どうも、あいやしさ 120% 男ブス島です。奇策実況プレイ2週目やっていきたいと思います。はい、ということでね、変なクソガキ座敷わらしなのか何なのかわからんが、とりあえずいますということでね、早速やっていきましょう。こんなやから無視ですという感じでね、やっていきましょうか。じゃあ行きましょう。そうだな、最初は街中の徘徊、確か10月とかなんかこう11月だから忘れたけど、あれテニスやるんだよな。まあめんどくせえなーということもあり、もう今回はパッドをつなげたままにしております。いやーやるじゃん俺という感じです。さあ、そしてそう、営業力も上げなきゃいけねえから、ちょっと事務処理をしつつ、またまあ今回も事務処理でいくか、しょうがねえ。なんか今回真人間になるぞとかなんか俺言ってたな。それよし、あとは今回普段やんねえようなことやりてえよな。4月、どうしようかな。4週目はゴロゴロしちゃう。またなんかこのガキのイベントとかも見てみてえもんな。あるんだったらちょっとやってみっか。 なんかあるかもしれんな。よし、やってみよう。部屋でゴロゴロ、いいですね。おい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 、第4章部屋でゴロゴロするのか、いいじゃねえかよ。おい、俺に喧嘩売ってんのか。こんな刑事ラーメンみたいなスケジュールでどうやって鬼畜度を極められるんだよ。今回は違うんだよな。今回はいい人になろうって話だよ。しまいにお前のケツの穴で責任取ってもらうぜ。というわけでやっていきましょう。取りたくはねえけどな。あ、営業大丈夫だった。ふう、最近時間が過ぎるの妙に早く感じられるぜ。ということで、はい、キャーということで、もちろん行ってみようじゃねえか。これ確かもちろん行った方がいいんだよな。これほら多分あれだろ、ひろきくん出てくるやつだろこれ。ほらねえ、まあとりあえずこの辺りもね、多分見たイベントだと思うので、まあカットですね。はい、ということでひろきくんと久しぶりに会ってまいりました。あの夜相変わらずでしたねまあまあまあいいでしょう。畜生ということで、今週もネタゲットできなかったぜバカ野郎ということでね。はいはい、まあうっせ、黙れクソガキだよ。俺はお前みたいガキがデイキレイなんだよ。フェロモンのかけらも胸のぺったんこのガキは何の役にも立たねえからな。ごもっとも。ただお前ね、変質者としてはかなりレベル高いよ。こういうガキを相手にしないともう鏡だね。うんあはははは。でもよし、こうなったら俺の本気を見せてやろうじゃねえかということで、今日から鬼畜とバーゲンセールだぜ。まあスケジュールを決めるんですけど、己を秘伝書だ。これまたこれ読んでいきましょう。五感のすすめを読んでいきましょう。これね、まあしょうがねえだろ、やっぱ可愛いよなこれな。いいね、イエーイ、うせえなんだフェロモン出てる。お前フェロモン意味分かってねえだろ。胸に詰め物もしてましたどこぞの人に教えてやりたいねそれ。胸に詰め物するとフェロモン出んのか。そうかそうか、黙れ化粧してるなんかクラウンみてえだなそう、ところでこれどこから持ってきたんだこの化粧品はそのケバい化粧はなんだよ。 おじさんが喜ぶと思ってバカ野郎、化粧したってガキはガキなんだよ。大体俺はお前に化粧道具を買い与えた覚えはねえぞと。そうだね、借りてきた。どっからだよ、誰からだ。さては女子寮に住むメスどもの部屋を漁りやがったな。こいつは何円ちゃんとつけてんな、方便とかな。すぐ返してこい。どうして。お前いつから泥棒になったんだ。おじさんのしてることに比べれば大したことないじゃない。返してこい、うん、このあたり本当に気さく真面目だよな。いいか、物が足りなくなりゃ真っ先に疑われる俺なんだ。この顔、この声、そしてどす黒い雰囲気は他人の猜疑心をかきたてるんだよ。わかった、返してくる。いや、このあたりちゃんとあれだよ、やっぱ真面目だよな規則。けっくだらねえことしやがって。あのクソガキのすることに構ってなんかいられるか。
もう一度仕切り直させてもらうぜ。チッ、こんな本徹夜読みふけるなんて。ほら、どうかしてるぜ。まあまあまあ、いつも通りだね。まあ、はいはいはい、行きましょう行きましょう。あ、じゃあ獣のように値段集めして、あ、あれで、ね、畜生、明日から1週間社内で真面目にお仕事じゃねえか。このまま俺ら兄貴たち以下の鬼畜者になっちまうぞ。あー、いた。分かんなかったけど仕事してるね。あ、喜作さん。おう、なんだメンバー、 お疲れ様です。有利のことをどうして言ってくれなかったの。あー、いつも通りですね。まあ、カットカットカットこの絵面白えな完全不審者だよな、喜作。あ、おかえり。はい、ただいま。テニスの約束しました。畜生、今週もネタゲットできなつ、バカ野郎。あー、めんどくせえ、あー、めんどくせえっていう感じですよ。まあとりあえず、まあふてねしかねえな。ふてねして、あ、こんなのあるの、何このシーン。あら、まあちょっとあれだね、なんていうの、この奇策の2周目、いいじゃないのこれ。なんだこれ、何の本だこれ、なんとかエロスって書いてるな。奇策酒飲むの何、このタオルをかけてるあたりが悪くないね。ああ、いいんじゃねえの、ちゃんと飯も食ってるし。これ奇策だろこれこっちがこの女の子だろうな。ああ、いいじゃねえか、てんてんてんと。ガキの頃から鬼畜門、気づいた時には少年院、世間の風は冷たくて、どうせ俺らはぐれドリーとくら。これが鬼畜門の歌っすね。ふぅ、ねえおじさん、眠れないの。なんだよ、け、まだ起きてやがったのか、とうとう寝な。うん、最近寒くなってきたよね。まあ冬だからな、寒さが応えるほどやわな皮膚してねえよ。そうだよね。お、あのさ、なんだよ、チッ、ブチブチうるせえガキだ、なんだ。おじさんの毛布に入っちゃダメ。お、やめとけ、くせえぞこれこれくせえぞふざけんな、そばにガキがいると思うだけ鳥肌もんなのによ。俺は18歳未満のメスと床を共にする趣味はねえんだ。あー、自爆霊のくせに寒いとか抜かしやがったらぶっ殺すぞ。僕、自爆霊じゃないってば。なんなんだよ、もうこれどう見ても誘拐だよなこれな。でもうるせえな、どっちにしろ似たようなもんだ。じゃあ毛布の端を握るのもダメ。毛布の端、こうしてるとなんか安心できる。なんか、なんか憎めねえな。うん、ふん、勝手にしな。優しいんだよ喜作、やっぱりこういうところは。あはははは、はい、ふてね、あららららららら。これ完全巻き取られてんじゃねえか、もうよだれ垂らしてるしなんか微笑ましいな、とてもね奇策とは思えませんねこれね、やってるのがね。まあいいでしょう、クークーと。へえ、あ、寝てるわあれ、俺これ奇策だよな、やってんのこれ。へっへっへっ、プチバンモーニング、畜生、冷蔵庫の中に閉じ込められた夢見ちまったぜ。夢の中で朱印しようにも手がかじかんちまってよ。ああ気分悪いや。このガキがね、布団っていうかもう太ってたよおめえの。こうなったら速攻でくだらない用事を片付けしまおうぜ。いつまでこんな気分じゃ辛抱もたまらん、ということでね。喜作さん、よく来てくれたね。はい、ということでッしてきますだよ。なんだよこの喜作の声はコーチみたいになってんじゃねえかよ喜作。はい、ということでね、なんとかテニス勝ってここまで来ましたよ。テニスが意外と長かったね。まあ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 、いいでしょう。まあいつもここまでね飛ばしちゃったけど、ネタ確認して、まあいつも通りって感じでした。とりあえずテニスは勝ちましたよ。うん、よしよしよし、スケジュールに苦しむぜ、事務処理だよ今回は。まあもうここまで来れば大丈夫だろう。お疲れ様。はい、お疲れ様。へへ、お疲れ様です。ところで今度の日曜日なんだけど。うわ、またか。予定は入ってるかな。なんだよ、また何かあるんですか。営業一課恒例の行事なんだけどね。肉焼きか。紅葉を見ながら河原でバーベキューをしてるんだ。行く行く行く、これは。よし、まあいいやいいや、今な、あ、いいよ。
じゃあ、お言葉に思えて、これは行っちゃいましょうか。よし、行こう。バーベキューは大人数でやった方が楽しいからね。はい、カット。おじさん。おお。こんなのなかったぞ。なんか途中までカットしようと思って撮ってたのによ。え、まさかとは思うけど、来てんのか、あのクソガキ。結構の声は。葉っぱが綺麗だね。あら、なんかこれはこれでいい絵ですね。このペンギン顔伸びてんじゃん。お前とんでもねえところ待つなこれ。でもこのガキ一体何なんだ。あ、しかしな、うん、まあいいや。この野郎、海水浴の次は川遊びか。すぐに帰るから怒らないでよ。今すぐ帰る。表情変わるのね、ちゃんとこういう風にね。すぐ帰るって言ったじゃねえか。あと10分だけ。ダメだ。じゃあ5分。30秒にしろ。心が狭いな。言うね。うだうだ抜かしてるとこのまま川に流しちまうぞ。あらら、それでも自分で川に飛び込むか。僕泳げないもん。お前がいなくなりゃ俺はせいせいするんだ。素直に溺れちまいな。僕がいなくなると寂しくなるよ。それはないんじゃねえか。帰れ。一番このシーン多いな。でもな、さてはお前バーベキュー目当てでここに来やがったな。言っておくが、お前に食わせる肉なんか一かけらもんねえぜ。違うってば。じゃあ帰れ。もう少しここにいたいな。帰れ。もう少しだけいる。帰れ。もう少しいるの。でもさ、コメントにももらったけど、多分このガキが多分一番最強かもしんねえ。気さくの中でキャラではここまで気さくに言うやついねえもんな。これはこれでやりにくい相手だな。いろいろバーベキュー用の肉になりてえかって、やめろこういうの。さすがに。あ、急用思い出した。 お部屋に帰ろうっと。光もんに弱い。ち、思わずくだらねえことで熱くなっちまったじゃねえか。そんなことよ、俺林の中に簡易便所に穴開けてきたんだ。問題はその穴にレンズを突っ込むタイミングだよな。ずっと便所の陰に隠れてると行方不明扱いにされちまうかも。ということで、こっからタイミング合わせでございますね。行きましょうか。ふん、今更オタオタしても始まらねえかということでね。よし、タイミングを見計らおうな。あ、このタイミング、あ、いててて、あ、足ぶつけちゃって。このタイミングは違うな。おい、どうすんだ。ほらね、これペケ前選んだよ。よし、このタイミングだって言っても、これだと、でも窓かのやつ取れんのか、どうなんだろう。やってみてえ感じもするな。あー、いや、でも待とう、ペケだ。よしよしよし、うん、窓かのやつは取りたかったな正直。窓かのやつ多分取れんだろこれ。おい、どうすんだ。あー、このタイミングは多分なんもねえだろこれ、ペケだろこれ。よしよしよし。お、まどかと、あ、前回多分これか、やったの。おい、どうするんだ。ほら、ね、まどか立つやん。このタイミングがペゲだよ。よし、これは今回ペゲにしよう。おしおしおし。あ、これ、おい、どうすんだ。これ、まどかいけんじゃねえか、これ。行ってみっか、これ。よし、このタイミングだ。行くぜ。へっへっへ。よし、取っちゃおうと。おい、プシッと。ゲット。走れ、キサク。あ、キサクさん、またトイレ。あ、あまりにも紅葉が綺麗なのでということでね、似合わねえセリフを言ってカットという感じですな、これはな。日曜日を過ごした終わりには、もうまあまあまあ気分が悪くね。さてと、見てみっかね、うん、早速デジカメのデータを確認してやるか。どんなネタがゲットできてるか楽しみだぜ。来た、まどかだよ、まどか、まどか、まどか。おお、来たよ、来たよ。やったぜ、生意気なまどか。はい、ということでね、
まあいいもんゲットしたという感じで行きましょうかね。はい、じゃあ行きましょう。あれれということで4週ですね。まあしょうがねえしょうがねえ、ケツかいてんじゃねえかよお前部屋でゴロゴロだよ。だがよ、来る日も来る日も部屋でゴロゴロなんて、足の先から腐ってきそうな気分だぜ。あれ、いつの間にかクソガキもいなきゃねえか。さっきまでぬいぐるみと遊んでやがったのに、もしかして成仏しやがったか。あ、なんだよ。あ、部屋でゴロゴロもやっぱこういうイベント起こるんだ。け、なんだ。あっちゃん。あらら。あー、湯飲み割っちゃってるよ、これ。ここまで食ってもう自爆霊じゃねえよな、これ。なあ。おい。なーに何やってんだよ。あのね、お湯の身が汚れてたから。あー、ふふん、それでご丁寧に洗ってくれたわけか。 うん、手が滑って割っちゃったけど。どうもありがとう。お、気さくらしくねえぞこんなの。どういたしましてなんて俺が礼でも言うと思うかこれこそ気さくだよ。け、余計なことするお前がいけねえんだ。幼児虐待だ違う違う違う、これはしつけですよ。あ、でも令和だったらそうなんのか。どうなんだ。他人様の大事なものを壊しておいてその言い草なんだ。お前前世どんなしつけされたんだよ。え、あ、おい、あんなバチい湯飲みを使っていたら病気になっちゃうバカ野郎、あそこまで茶色く染め上げるのにどれだけ時間かかったと思ってるんだ。芸術品とも言える湯飲みを安易に割りやがって。痛いよふん、二度と悪さができねえよ。お前の死に教え込んでやる。鬼畜もはたとえ相手がガキでも容赦はしねえんだよ。ほら、あー、許して。まあこれはしつけですね、本当にね。け、尻を叩いてくれていつまでもメソメソ泣きやがって、うっとうしいったあれしねえ。部屋でゴロゴロしていてもガキのおえつが気になって朱印すらできねえやしねえじゃねえか。だがよ、まあでもあれだよな、悪いことははっきり悪いってやっぱしつけることって大事ですよ。やっぱりね、うやむやにしたりね、臭いものに蓋するのは一番良くねえと思いますね。悪いものははっきり言って悪いと、まあそれがね口で言って分かるんならまだいいんだけど、分かんねえ場合ってもあんだよ、綺麗事じゃなくって。うん、だからそういうのに対してね、過保護になりすぎるのもどうかと思うんだよねと。まあ俺は子供いるわけじゃねえからあれなんだけど、でもそうだよなと思うけどね。いや、ほら、例えばなんかね、当時ガキの頃こう殴られたりはまあしましたけど、やっぱりそれは自分が悪いことやったからこそこうやられたわけであってだな、うん、それに関してやっぱりちゃんとしっかり悪いものは悪いとね、こう教えてもらったという感じでございますね。それはまあ親もそうだし、学校の先生なんかにもそういうことははっきりと言われてましたね。うん、だからそういうのは大事なことなんじゃないでしょうかね。うん、と思います。はい、あんなしつけになってね、ガキはとっとと成仏しちまえばいいんだ。もう一度生まれ変わってから腐ってこっちを叩き直さねえとな。いや、おい、やけん静かだな。おい、もしかすると本当に成仏してくれたのかも。へへん、ちょっと嬉しそうだな。あら、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 これはこれでちょっと字があれだけど、ちょっといい話になってきてねえかこれ。ちょっと待てよ、この野郎寝てやがる。け、湯飲みをセロテープなんかくっつけやがって、いくらガキでも元通りにならねえことぐらい分かりそうなもんだな。こいつ頭悪いんじゃねえか。いや、ちょっと待て、キサ君、まずここ見なさい、ここね、これここですよ。バカ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 子供だな、どっちが子供か分からなくなってきたな。まあ指を切ってまで努力したことは認めてやるさ。自爆霊相手に鬼畜度を発揮させても仕方ねえしよ。今回は特別に勘弁してやってもいいぜ。ふわ、
チッ、ガキの寝顔を見てたら俺は眠くなってきやがった。どうせゴロゴロするなら何見んだ俺、むさぼってた方がマシかもな、ふわーっと。ちょっとあのクソガキ反省してねえぞ、このクソガキ。ちょっと笑っちったよこれ、サムネ決定だこれ。おいおいおい、肉って逆だしよこれ。男前になったな、キサクさんよ。おはよう。け、尻の痛みは消えたか。うん。さてと、朝たちを収めるためにまずは小便しねえとな。ったくゴロゴロしてると妙に1週間が長く感じるぜ。うわあ。逃げた方がいいかな。おめえもあれか、こっちに話しかけてくるタイプか。これはこれでいいね。いいじゃないのこれ。なんか俺気さくやってる気分になってきてねえやこれ。うわー言ってるんじゃん。これインパクトあんな。いいぞこれ面白いぞ。胸ぐら掴んでるしな、このガキ。ごめん。俺の顔は画用紙か。寝てる間に消そうと思ったんだけど消えなくて。お茶目だな、なかなか。さてお前、昨日のスパンキングを根に持ってやがるな。紙に書いてあったあの詫びは一体何だったんだ。反省してるふりしやがって。別に仕返しするつもりはなかったんだってば。目が覚めておじさんが横に寝ていたから、それで僕。俺の顔を見てるうちに怒りが込み上げてきて、気がつくと油性マジックを手に持っていた。そうなんだな。起きた時もお尻が痛かったんだもん。勘弁してやろうと思ったが俺がバカだったぜ。出た光も。消せ。どうやって。愛用のシンナー引き出しに入ってるから。愛用のシンナーって言うなよ。この使い込んだタオルでゴシゴシ擦るんだ。とっととやらねえとお前消しちまうぞ。あ、消えた。け、筋立ってまだ頬はヒリヒリするじゃねえか。シンナーなんかで消すからだよ。そもそも愛用のシンナーってお前何やってんだよ。今週はろくな1週間じゃねえぜ。こんな目に遭うのもくだらねえスケジュールを組んだお前のせいなんだよ。よし、そろそろ周りのメズどものに存在に馴染んできたしよ。今日くれから鬼畜道申し倉作戦で攻めてやるか。手始めに日曜の夜までのスケジュールを決めようじゃねえかということで、何しようかね。やっぱりこれはそうだね、やっぱり本だな。今回魔人間になろう、本当にね。五感霊法を読みましょう。これよいしょ、これ読んでおこう。10月はねこれを読む。もう何が影響バカ野郎ということでね。まあ一緒に読んで、ほらもうこれ大丈夫だ。これで日曜日終わっちゃったね。終わっちゃったな、本当にな。ち、こんな本で徹夜を読み合わせるんだ。おら、どうかしてるぜ。もしかして、おら、まあ、いつも通りだな、この辺な。ふん、こんなことでめげてる場合じゃねえということで。あらら、おい、今日が11月じゃねえか。おら、四季を通じて服がオーバーキュー状態だからだよ。だからよ、と思うね。まあ、スケジュールを決める前に営業日誌をつけようぜと。はい、ということで今回ね、ちょっと10月編だけになってしまうんですが、意外とガキッチョのイベント長いねっていうか、え、俺やったのこれ奇策だっけ。なんか奇策をやってる感じがしないんですけど、まあしょうがねえか。まあこういうゲームだ。いやー、ちょっといい話になってないか。確かね、俺ね、奇策って泣きゲーだったような気すんだよな。まあいいでしょう。今回はまあこんな感じで終わりにしたいかと思います。とりあえずテニスは勝てたんで、まあよしとしましょう。はい、そんな感じで最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。ブス島でした。ではでは。私ですよ、本当に。まあ今じゃ普通にね、カフェイン中毒みたいにバンバン飲んでますけどね。あ、ちゃんとエンジェルリングもある。髪の毛にかかるツヤツヤ。これがエンジェルリングって言うんですけどね。フォークで目玉刺してるよな、これな。3も悪くないね。なんかビッチくせえな。血みたいなの大好きだからね。でかい。
半端じゃなく、赤ちゃんから老人までみんな大好きですから、これ常識では考えられない発言、コンストラクションブス島、あなたが体験するのは明日かもしれない。